マルコス・スタンコビッチは、オーストリアとセルビアのサッカー選手。元オーストリア代表。ポジションは MF。DSV レオーベンでサッカーを始めた。2007年に SK シュトゥルム・グラーツに移籍。2009年には、US ・トリエスティーナ・カルチョ1918に移籍したが、1年半で退団した。2010年に FK ・アウストリア・ウィーンに移籍。 UEFA チャンピオンズリーグ2013から14では FC ゼニとサンクトペテルブルク戦で1アシストを記録した。2014年にシュトルムグラーツに再加入。2017年に SV リートに移籍した。2018年1月にロベルティーノ・プグリアラの後釜として FC プネーシティに加入。2019年にハイデラバード FC に移籍した。 2020年に33歳で引退を宣言したが、同年に4部の SV レブリングに加入し選手に復帰した。アンダー代表としては、オーストリア u -21 代表としての出場経験がある。2008年11月20日に行われたトルコ代表戦で A 代表唯一の出場を果たした。父のディアン・スタンコビッチもサッカー選手。ありがとうございます。